さあ月曜最初のコーナーです。食いしん坊元気にお送りいたしましょう。はい、今週もですねランチ特集でございます。私がご紹介するのは長い歴史を持ち皆さんも憧れのレストランだと思います。そこのお得なランチ、これ美味しかったですよ。早速ご紹介しましょう。それではどうぞ。今回はランチ特集ということで新栄町にあります宮崎牛のシャロンをご紹介します。場所は一宮交差点を東にしばらく進むと左手に見えてきます。ゆったりと落ち着いた雰囲気の店内はテーブル席を中心とした開放感のあるグリルレストラン、しゃぶしゃぶメニューなどがいただける個室、厳選したお肉を目の前で調理する鉄板焼き専用のスペースの3つで構成されておりまして、それぞれ用途によってご利用いただくことができます。こちらは創業から40年以上ということで宮崎の有名店、しかも憧れのお店という方も多いかと思うんですが、改めてどういったお店なんでしょうか。ハンバーグ、ステーキメニューを中心にいろいろなメニューをご用意しております。まずランチメニュー、通して食べられる日替わり定食の他にお得なセットメニューをお選びいただけます。続いてアラカルトメニュー、宮崎牛を使用したステーキやハンバーグのほか定食メニューなども充実しています。さらにしゃぶしゃぶメニューも単品からセットまで様々ご用意されていらっしゃいますし、鉄板焼きステーキということでステーキセットやフルコースセット、お得なお昼の特選宮崎牛定食もご用意されています。今回はランチ特集ということで人気のこちらご用意いただきました。何でしょうか。シャロンハンバーグランチ1080円です。すごく熱々の鉄板で美味しそうですね、はい、ありがとうございます。豚肉と牛肉を混ぜた合いびき肉で、ホワイトペッパーやブラックペッパー、隠し味でマスタードを入れております。もうお肉の中にマスタードが入ってるんですか。はい、あー、もうやっぱちょっとピリッとね、辛みが効いて美味しそうですよね。このハンバーグはどんな風に焼き上げてるんですか。こちらは鉄板で表面を焦げ目をつけてオーブンで焼いてます。で最後にかけますのがソース。はい、秘伝のデミグラスソースでキノコと赤ワインが入ってます。ではうん、肉汁がジューって出て、下味にマスタードを使っていらっしゃるということだったんですけども、その酸味がちょっとやっぱり出るんですよね。はい、デミグラスソースもすごく優しい味なんですよ。それがまた旨味を引き立てていると思います。ありがとうございます。このボリュームでランチで1080円、すごくありがたい価格です。ありがとうございます。続いてもランチメニューからワクワクする一品でございます。人気トリオ S ランチ1080円です。チキン南蛮にエビフライにハンバーグ、これ子供ならずとも大人もかなりテンション上がりますよね。はい、このハンバーグは先ほどのハンバーグと同じです。そしてエビフライがついてこのチキン南蛮なんですが、宮崎の郷土料理のチキン南蛮ですよね。はいはい、このお肉は何を使ってらっしゃるんでしょうか。こちらは鶏のもも肉を使ってます。油で揚げて甘酸っぱい味が特徴の南蛮酢をくぐらせて作ってます。これはやっぱり創業当時から。はい、もうずっと変わらない味でしてます。またですね、このタルタルソース、私タルタルソース大好きなんですけれども、このタルタルソースは何が入ってるんですか。玉ねぎ、ピクルス、まあ、いろいろ入ってさっぱりめの味付けにしてます。たっぷりとオリジナルのタルタルソースをつけて、うん、お肉すごく柔らかいですね。はい、甘酢が効いてるこのチキン南蛮なんですけども、甘酸っぱさがちょうどいいですね。そうですね、タルタルも濃厚
ですけど、さっぱりめの優しい味ですよね。ありがとうございます。いっぱいあるメニューで迷った時にはこの鶏をおすすめいたします。ハギちゃんは見た。シャロンで毎月開催中のワクワクフェア、日によってさまざまな特典が用意されており、充実した内容でとても楽しみなイベントとなっています。ランチなんですが、ステーキが出てまいりました。こちら宮崎牛ロースコロコロステーキランチ2780円です。宮崎牛といえば内閣総理大臣賞3連覇ですよね、はい、この宮崎牛の特徴ってどんなところなんでしょうか。柔らかくて脂が甘みがあるのが特徴です。こちらも塩コショウだけで味付けをして、通常はミディアムレアでお出ししております。塩コショウのみ、はい、もうこれはお肉の美味しさに自信があるからこそですよね、はい、これをつけていただくソースというのがこちら3種類あるんですけれども、はい、醤油がベースの甘辛いチャコールソースとシャロンソース、ポン酢となっています。気になるのが真ん中のシャロンソース。はい、ニンニクと玉ねぎ、醤油がベースになったオリジナルのソースです。少し大きめにカットされたお肉、シャロンソースにつけて、一噛みしただけで違いが分かりますね。下味がものすごくシンプルなので、脂の甘みっていうのをすごく感じるんですが、その甘みとちょっとこの酸味の効いたシャロンソースがめちゃめちゃマッチングしてます。ありがとうございます。お好みでポン酢をつけたり、チャコールソースをつけたり、いろんな味楽しむことができる贅沢なランチでございます。自分のご褒美として私はいただきたいと思います。ステーキやハンバーグはもちろん、さまざまなメニューがいただけるシャロン、趣のある店内で至福のひとときをお楽しみください。はい、はい、ということで、もうトナミがシャロンショックを受けてますんで、でしょ、いやすごいな、一瞬メニューが映ったじゃないですか、はい、もうもっと見たかったですね、いろんなメニューを。あの宮崎牛とシャロンという名前ですから、はい、宮崎牛とか牛肉を提供するだけのお店かと思うでしょ、はい、そう思いましたよ。違うんですよ、私も見ないとちょっと覚えてないぐらいにいっぱいあるんですけども、はい、あのカキフライがあったり、はい、うどんがあったり、まあ、チキンカツ、はい、大好きでしょ、あるし、はい、とんかつ、カレー、はい、もちろんしゃぶしゃぶもあったりとか、いろんなメニューから選ぶことができて、はい、しかも結構リーズナブルなんですよ、ですね、はい、ハンバーグ、大きなハンバーグで、はい、まあ、ランチ、1080円か、1080円、あれはお得だね、3色のも美味しそうだったし、そうなんですよ、3色、トリオ、3種類のやつね、3種類、はい、このトリオが一番人気らしいんですけれども、まあ、エビフライもついて、唐揚げもついてですよ、はい、ハンバーグもついて、うん、もうこれはもう大人も子供もチキンナンバーでしたチキンナンバーうなりますよね、うなりましたね、3つがつくと、ね、やっぱりあの宮崎牛のサイコロステーキは非常に美味しそうでしたね、はい、あとあのソースね、うん、シャロンソース、シャロンソース、シャロンソースに浸かりたいなと思いましたね。浸かりたい、はい、浸からせいやでも本当に僕あの延岡に昔シャロンがあった時に行ったことがあったんですが、はい、宮崎のはまだ伺ったことがないんで、はいはい、いつかこれ行ってみたいなと本当思いました。そうですね、やっぱりあの入った瞬間にすごく広いお店なんですよ。でテーブル席があったり、うん、あの和室のお部屋があったり、奥には鉄板があったりするんですけども、はい、すごく行き届いていて、うん、装飾も綺麗なので入った瞬間にテンション上がるんですよ。ぜひお得なランチたくさんありますから、はい、足を運んでいただきたいと思います、はい、いろんなメニューがありますので、いろんなシーンでお使いいただきたいと思います。はい、はい、それでは場所のおさらいです。はい、場所はですね、一宮交差点を東にしばらく進むと左手に見えてまいります。そして今回もプレゼントをいただきました、こちらです。はい、500円分の食事券を20名様です。詳しくは番組最後のプレゼントコーナーをご覧ください。はい、ご紹介したお店の情報はこちらです。宮崎ケーブルテレビインターネット加入者限定サービス宮崎グルメ情報と
スマートフォン専用のグルメサイトグルメットで検索してご覧ください。以上、食いしん坊でした。さあ CM の後はシティトピックスです。